日本で初めての国際サッカー大会ジャパンカップの第一戦、韓国ナショナルチーム対ブラジルの名門プロ SE パルメイラスの試合は3時から大阪の長居競技場でキックオフ。初めての顔合わせです。右から左へ攻める赤いユニフォーム韓国は立ち上がりから精力的な動きを見せ、やや押し気味に試合を進めます。そして前半の20分過ぎまでほとんどボールを支配した韓国は再三再四パルメイラスゴールに襲いかかりますが、パルメイラスの厚い壁を破ることはできません。一方、徐々に試合巧者ぶりを発揮するパルメイラスは25分相手の反則を誘ってフリーキックを得、チャンスをつかみました。そしてロゼミーロの上げたボールがこぼれるところをピーレスがシュート。パルメイラスはプロの貫禄を示すピーレスの鮮やかなシュートでまず1点を挙げました。リードされた韓国は11番エースストライカーチャ・ボンクにボールを集め、39分40分と立て続けにシュートを試みますが、わずかに決まらず、前半はパルメイラスが1点をリードして終了しました。時折キラリと光る個人技を見せるパルメイラスですが、来日3日目で疲れが出ているのか、後半に入っても今一つ動きに精彩を欠き、なかなか追加点を挙げることができません。一方、衰えぬ動きで前線する韓国は中盤でのパスミスが目立ったものの、徐々にいい形ができ始めました。そして33分、9番のイ・ヨンムがうまいドリブルを見せ、キム・ジュファンへパス。しかし慎重になりすぎ、得点に結びつきません。一方、パルメイラスもエンジンがかからぬまま、結局1対0でゲームセット。パルメイラスが韓国を破って来日初勝利を挙げました。